では、今度は鷹を放ちます。なんかキヨちゃんが気に入ったみたいで、見事鷹を放ち、そして鷹を捨てさせることができた。では放ってください。はい、お見事です。すみません、では今度は若友様ちびっ子さんが、ちびっ子さんって言ったりするんですけども、お子さんが鷹を据えて放たれます。放たれた鷹が据えられました。応用術の実演もいよいよクライマックスとなりました。続いて披露するのは飛び流しという大技です。これは実際の鷹狩りを想定した仕上げの訓練の一つで、鷹匠の目の前から急に飛び出した獲物に対して鷹が説明しようとしたら見てくださいということですので、とりあえずじゃあ皆さんびっくりしてみてくださいませ。すいません、瞬き禁止で、真ん中の資源に、自然に作られた資源にをよくよく見ていただければと思います。シャッターチャンス、瞬き禁止で、どうぞご覧くださいませ。行き過ぎましたけれども、見事最後は藪から出てきた、鳩を、仕留めることができました。さっき申し上げたように、これは鷹狩りを想定した仕上げの訓練の一つで、急に飛び出した獲物に合わせて鷹を放ちます。羽を合わせると書いて合わせと言います。鷹匠と鷹の息がぴったりとあってこそ可能な、人と鷹が一体となる、境地です。実は藪の中に包丁器が仕込まれておりまして、そこから飛び出した鳩を鷹匠さんが合わせてくださいました。このような訓練によって、鷹は草むらから不意に飛び出した獲物でも驚かずに狙うことができ、その瞬間を待つといったことを学ぶことができます。そしていつでも狩りに備えるようになるというわけです。ここまで仕上がると、いよいよ狩りに行くための調整をするというふうな、本当に、仕上げの、訓練となっております。では、鷹匠さん並んでいただきまして、
鷹を据えて、戻って、挨拶していただきましたら、最後に大塚鷹城から一言終わりの愛子の言葉をいただきたいと思います。先ほど鷹城が、おっしゃられたように、こちらの諏訪流法要術というのは江戸幕府に、使えた、鷹城さんたちであります。江戸幕府が、滅びてしまった時に、幕府に仕えた鷹城さんたちは、宮内省、当時の、宮内省に、お勤めすることになりました。もともとは、この諏訪流というのは、幕府に仕えた鷹城の一人の小林家という、家に伝えられた流儀でありまして、初代は小林豊といって、徳川家康に仕えた鷹城の一人です。やはり家康公に、仕えた鷹城の流派だというところなんですね。で、その小林家鷹さんから、14代目の小林宇太郎さんの時に、徳川幕府が崩壊したんですけれども、徳川、先ほど申し上げたように宇太郎さんは明治政府に呼び出され、宮内省の鷹城になり、そして今、こちらの、民間の、鷹城さんたちに、その小林、宇太郎さん以降の、流派、受け継いだ宗家の方たちが、古式ゆかしい伝統を受け継いでいらっしゃいます。はい、では、A4 に並んでいただけますでしょうか。あ、はい、じゃあ、大塚さんだけこちらで。大塚さん、言葉をお願いいたします。そうですね、以上をもちまして本日の、演目は終了いたしました。最後の演目につきましては、本来は紐などをつけないで行う訓練なんですが、場所のことを考えまして、お客様の頭を越えるといけないと思いまして、紐をつけさせていただきました。ご覧のようにですね、鷹というのはあまりこう芸をする動物ではなくて、鷹城というのは鷹本来の本能を生かして狩りを行っています。ですから 鷹というのは自分で狩りもできながら、鷹城と一緒に利用しながらといいますか、一緒に狩りをするということも分かる、大変知性が高い生き物だなということを日々、感じております。これから皆さん撮影の時にですね、ご不明な点などありましたら、ご質問していただきたいと思います。本日は誠にありがとうございました。はい、では、最後に NPO 法人夢空間松代の町と心を育てる会事務局長の三田さんにマイクをお返しいたします。はい、ありがとうございました。そうしましたら最後にですね、この鷹城さん4名様、盛大な拍手で終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。最後にですね、御礼の言葉といたしまして、NPO 法人夢空間の理事長であります香山の方から、ご挨拶させていただきます。よろしくお願いします。香山でございます。ただいま諏訪流法要術保存会の皆様方におかれましては、本当に素晴らしい高まりを見せていただきまして、本当にありがとうございました。間近に見るとですね、素晴らしい迫力というんでしょうか、よくと訓練されてこのような形でもって、
江戸時代の文化を伝えてきてくださったなということを改めて感じました。また、真っ白藩においてですね、このような、高まりがですね、実際に行われてたということで、その当時のことを思い浮かべることもできました。本当にありがとうございます。また今後もですね、ますますご協力でご活躍されることを願いつつ、またぜひまた真っ白でもこのような形でもって再開できることを記念申し上げまして、本当にご挨拶をさせていただきます。誠にありがとうございました。お疲れ様でした。またご参加いただきました皆様方、お寒い中本当にありがとうございます。ぜひまたご参加ください。また皆さん、上手のお立場でもってこの素晴らしい高鳴りの様子をですね、ご家族に、お友達にお伝えいただければありがたいかな、そんなふうに思っていただきました。ありがとうございます。それでは最後にこの企画を立てていただきました日本長野県短期大学の二本松先生、お二人に感謝申し上げます。誠にありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。